はい、お伝えします。四年前の参院選をめぐる大規模買収事件で。東京地検特捜部の検事が元広島市議の取り調べで。供述を誘導していた疑いがある問題です。他にも法廷での証言も誘導していた疑いも浮上しており。その実態はどうだったのか取材しました。司法取引的かつ。うん。 利益誘導的な取り調べというのは私の場合はありました一昨日カメラの前でこう語ったのは秋太田町議の八立隆彦被告です河合元法務大臣から買収目的で現金20万円を受け取ったとして有罪判決を受け控訴中ですターゲットは河合夫妻 矢立被告は自身の取り調べで、東京地検特捜部の検事にこう告げられ、検察が作り上げたストーリーに沿う形で聴取も作られたと主張します。暗示をされてですね、えー、まあいわゆるわかりやすく言えば、不起訴処分に、えー、するというようなあ言い回しはね、常にやはり暗示をされた形の中で取り調べが続いていったと。また、 河井元大臣の裁判に証人として出廷した際、事前に検察の意向に沿った証言をするよう、誘導や打ち合わせがあったとい,います担当検事のほうから、かなり具体的な表現で、まあ、示唆がありましたのでね、現金の趣旨と、それから受領の意思、この2点については、かなりリハーサルを重ねましたね。 河合安里さんに一票を入れていただくように働きかけてほしいという意味でのお金だと思いました供述を誘導していた疑いのある音声データの存在現金を受け取ったとして起訴されている元広島市議の木戸被告の弁護人がやり取りの一部を明らかにしました全面的に認めてもらってそれで反省していることを出してもらって それでいい話になって、それでなんとか処分を、不起訴であったり、できるだけなるべく軽い処分にというふうにしたいと思っています。音声データでは、木戸被告への取り調べの際、東京地検特捜部の検事が、不起訴にすることを示唆、受け取った現金が買収目的だったと認めさせるよう、供述を誘導するような内容が含まれているといいます。 弁護人によると音声データは木戸被告本人が自己防衛として録音し3回分の取り調べで合計7時間ほど木戸被告も法廷での証言を前に検察によるテストを受けその音声データがあることも明らかにしました。検察ののの方がだから予定ししててている証言ををもらううたための承認テストをされてたようです最初の 取締区からこれは不起訴にするよという形でずっとやっててだからこういう形で答えてくださいというようなやり取りをしているというのがあるんで現金を受け取ったとして12人が起訴されている一連の裁判、音声データの存在が明らかになった後被告の一部は広島テレビの取材にこう答えました元広島市議の谷口被告検察から協力すれれば起訴しないと言われた。 元広島市議の藤田被告捜査に協力して早く済ませるようと言われた検察による誘導とも受け取れる取り調べがあったとしていますそして VTR にあったような証言以外にもこれまでの裁判では議員や元議員らは検察からこちらのような発言などがあったと訴えていますまず広島市議の木山被告 調査にに協力すれば不起訴になるそして同じく広島市議の三宅被告、正直者がバカを見ることはない、そして元広島市議の伊藤被告、協力したら起訴しない約束だった、そして元県議の佐藤被告は怖くて検察から言われる通りにしたと主張しています。 いずれも音声データのような検察による誘導とも受け取れる内容となっています音声データにあるとされる検察による供述や証言の誘導があった場合取り調べに問題はないのか専門家は違法であることは間違いないと指摘しています 誘導にあたるようなですね取り調べをするとその内容が真実性が疑われますしその人その対象者に対してもですね不当性があると人権の問題もありますのでこれはもう違法であるということは間違いないですね。 まあこれはの特定犯罪といって特定のこう犯罪にだけですねえまあ用いられるものというふうになっていますえで今回のその公選法上の買収の罪についてはこの対象になっていませんのでということは逆にそれはできなないいととうことになりますその対象になっていない今回のようなケースについては明らかに違法でありですねそれはおそらく検察ももう重々分かっておられると。 思います検察がすでにその供述調書について取り下げていてでそれを断崖するための音声データもまあ却下されているということなので直接この誘導があったという事実はですね裁判上は証拠上はまあな,いないということになりますので法律的にはははここれは影響を与えるととといいいうまままな思す個々の裁判というよりは検察組織に対するですねまあ 国民の、まあ、社会的な信用を下げたといいますか、やはり法を守る立場の検察があ自ら法を破ってです、ねえー、それでも、まあ、あの犯罪者を処罰するんだといってもです、ね、なかなかそこはあの通,通じにくいという意味では、まあ、検察組織に対するダメージが大きいのかなと思いますね音声データは最高検察庁が調べる方針です。 一方で今週、木戸被告の初公判があるほか、2人の被告に判決が言い渡される予定で、裁判の行方も注目されます。